ヤリマーエンパーはフィンランド出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター、音楽プロデューサー。メロディックデスメタル、バイキングメタルバンド、ウィンターさんをソロプロジェクトとして立ち上げた人物であり、現在は同バンドのボーカリスト兼ギタリスト兼キーボーディストとして活動している。また、フルタイムメンバーが加入し、バンド形式に移行する前は、ベーシストも兼任していた。 ウィンターさんを立ち上げる前は、バイキングメタルバンド、エンシフェルムで活動していたことでも有名。エンシフェルム結成前には、イマモーリエルというバンドに参加し、ソロアーティストでもあった。もともと、ウィンターさんとエンシフェルムを両立して活動するつもりであったものの、2004年1月にエンシフェルムを脱退することを決めた。これは、エンシフェルムのツアー日程と、 ウィンターさんのアルバムレコーディングの日程がブッキングしてしまったためである。また、徴兵制度のため1997年には音楽活動を一時中断し、フィンランド国防軍に入隊していた。インタビューで、槍は軍隊での生活を嫌っていることを認め、軍隊で結核を移されたと感じいているとも語った。また、この他にメロディックブラックメタルバンド、アーサミシアや、 エンシフェルムで同僚だったキモ・ミエティネンのサイドプロジェクトロスト・アローンにも参加していた。ウィンターさんの所属レーベルニュークリア・ブラストの設立20周年を記念して立ち上げられたプロジェクトニュークリア・ブラスト・オールスターズにボーカリストとして参加した。これらに加えてゲスト参加としてエンシフェルムの同僚だったキモとユッカ・ペッカのミエティネン兄弟の参加していたカダクロスのアルバム コロナボレアリスの楽曲、ブリングアウト・ユア・デッドのギターソロを弾いている。槍のギター演奏スタイルはトレモロピッキングによるメロディーとフレーズを使用している。また、とても速いスイープピッキングソロをよく使用し、演奏の一時休みも多くの曲で聴かれる。ウィンターさんの楽曲のスピードはブラストビートと速くスペーシーなキーボードパートによる。それはギターに多くの部分で、 パワーメタルのような感触を与えている。ありがとうございます。